どうも、エルザです。それではラストバースやっていきたいと思います。さあ、いるってことやね。まあテスはね、残念な結果に前回終わってしまったけど、まあエリーをどうにか届けていきたいね。これはいける？おお、いけたね。あのさ、そのテスのことなんて言っていいのか。これからのルールだ。テスの話はするな。二度と。お互いに過去の話はやめておこう。それとお前の症状については誰にも話すな。イカれてると思われるか殺される。あともう一つ、俺が指示したら指示した通りにやれ。いいな。うん、言ってみろ。あんたに従う。そうだ。何キロか北に町があって、俺に借りがあるやつがいる。車が手に入るかもしれない。わかった。じゃあ行くぞ。いや、すんごいギクシャクしてるね。さあ、こっちの方が近い。ああ、突っ切る感じか。ん？別に、ただこんなの見たの初めてだったから。森のことか？うん、森って初めて。森っていいね。そうだね、外に出たことがないっていう話だもんね。なんでマーリンのところに戻らないの？自分で連れて行けるなら俺たちに預けないだろう。怪我は治ったかもよ。遅らせる気はないが、そもそもあいつがまだ生きてる保証すらないんだ。あの人は本当にタフだよ。関係ない。どうせ町へ無事に戻るのが難しいんだ。俺も町へ戻れるならそうするさ。そうだね、本当に助かったどうかは確かに分かんないところだもんね。あと1時間前に噛まれたっていうのはいつ噛まれたんだろうな。さあ、精度を上げていこう。まあ弾の無駄打ちを減らすにはまずとりあえず精度を上げてできるだけ当てていかないとね。イタチかな。めっちゃバリケードがしてあるけど、合ってるのかな。ダメか。よじ登る。ダメだ、有刺鉄線がある。ここは諦めよう。まあ、この状態で怪我したら致命傷になるからね。こっちも一緒か。そこだね。上から見てみよう。さあ、鉄パイプ。ん？なんかちょっと違くない？普通のより。打撃用武器の強化。打撃用武器を強化すれば敵を一撃で倒すことができる。おー、マジか。下のゲージがということか。まあ、いけないよね。あれ？でもなんかそんな感じだね。気のせいかな。
やっぱそこだよね。あー落ちた。乗ってで、あーそれか。これはどう？使えそう。ありがとうさん。この辺りでいいでしょう。よし行こう。ビル、お前か。いつもどこで会うの？場合による。ここ来たことないんでしょ？ここに住んでるのは知ってたが、直接会いに来たのは初めてだ。あの煙、ビルだと思う？だといいな。なら、確かめに行かないとね。そうだな。そっか、ビルか。お、ハサミ。そうね、意外とナイフ使ってないんで。それかアルコールとかが欲しいね、どっちかっていうとね。あ、気をつけろ、高いぞ。これあれか、オープニングの自分たちの街か。いたね。何あれ。くそ。こっちだよ。なんで？なんで？なんで攻撃したの？はあ。いやいや、踏んだ俺が悪いけどさ。そうか、こっちだよで攻撃するか。よし、一撃。怖かった。いや、ほんとだよ。隠密が成功してればだね。この辺り。いたよね。よし。ふぅ、危ない。気持ち悪い。ああ、そういう置き方もできたわけね。なるほどね。じゃあ、中通って。入るぞ。とりあえずいないね。これは外から来れる。どうした？口笛吹きたいんだけど。吹けてないぞ。分かってる。ちょっと待ってろ。なんか作ろうか。打撃を一回強化 OK の、こんなもんか。
お、ありがてー、玉。こんなもんかな。ここは物資があるだけか。あ、助かるあ、ダメだ。反対から塞いである。持ち上げてよ。え、はい、マジで。うまい。いや、やめて。ああ、持ち上げたらか。持ち上げらんないから、そうするしかないでしょ。まあそうなんだけどさ、持てないか。そうね、耐えろっかね。よし、足を出せ。開けるだけだ。他はいい。任せて。気をつけろ。ね、口笛をみんなね、ふーふーって。なんか子供っぽいなって気はするけどね。可愛らしいよね。えらいそう。ありがとうさん。いや、こっちやね。一撃ありのこっちやな。一応近くにはいない。本当？置かれたとして、その後は？そうだな。トミーを探す。あんたの弟のこと？しかもあいつは元ファイヤーフライだ。情報を持ってる。わかった。かなり遠くに住んで。なんじゃこいつ？車がいる。見て。ノームだ。え、ノーム？あ、こっち。ノームが描かれた画集持ってたんだ。すごく可愛いよね。妖精はダメ。気持ち悪い。妖精はダメ。違いが分かりません。どっちもどっちで気持ち悪かったけどな。お、ブルーハーブ。特になし。奥に行けばいいかな。そしたらね、いきなり横から来そうで怖いんだけど。あ、しかもそっち側行ける。これ開かない。なんでこんな強化素材が手に入るのかな。急にね。仲いないね。いや、でもあの口笛の話で言うとさ、口笛はできるけど指笛か。指笛は難しいよね。わあ、すごい。持てないか。こっちかな。聞き耳範囲30か。ちょっともうちょい溜めようかな。よし、次。そこの広場はさすがにないよね。ちょっとあれだね、探索メインになってきたね。でもこうやって見ると結構マップ広いね。いや、全然やりがいがあるからいいなって感じなんだけど。いやー、にしても綺麗だな。この廃墟感がね。あれはビルの仕業だ。どれ？俺が知る限りビルだけだ。これか。いや、これ以上行くとさっき進みそうだね。
ビー。なんだ。うわ、びっくりした。ちょっと今の何だったの？きっとビルの仕掛けたトラップだ。その人おかしいんじゃないの？おかしいんじゃないな。まあ、一体どういう人？そこ怪しい。ビルは密売してた時の仲間で。ナイコ。調達係だ。会うの飛ばされなきゃいいけど。気をつけてください。そうだね。大丈夫だ。あそこもあるもんね。線がね。いやトロールか。確かに人形の話で言うとノアムとかね、デザイン独特だけどね、確かにトロールとかの方がさらにって感じはするね。あードラムじゃん。こんなの触った日にゃめっちゃ近寄ってくるわ。なんか悲しいよね。何が？レコードはこんなにあるのに行く人がないんだ。とにかくおかしい。そうだね、罠がやっぱどこそこあるみたいだね。あちゃちゃちゃ歌ってたね。まあまあまだ気楽なのはいいことやね。いない、ん？いないね。先に治療キット作って、ゲッチ。なんか今のところは常にライフ満タンでも良さげな。からさまにぶっ刺さってる人がいますが、これは取ってよさげ。ビルは弓が得意なのらしいな。うせえ。だって肝心の弓ないよ。矢はあってもね。まあでもあの弓はね、あの弓道したことあるけど、むずいよね。引いて打つっていうだけで全然あれ難易度高いからな。おっとこいつはやったね。いやステルス向き結構打つの得意だから。こういうのは俺に任せとけ。でも私も武器を持てば助け合えるし。バカを言うな。そうだね。でもね、ちょっと待ってね。まあでも、ああそういうことか。やっと今気づいた。とりあえず持ってるのはバッグに入ってて切り替えれるんだ。はあ、なるほど。全然気づかなかった。ちょっと待ってね。意外とない？そうか、あの銃は全部捨てるかなと思ってたけど、今の指でやっとシステム理解した気がするわ。はあ、なるほどね。あ、そうだね。いや、もう回収できそうだね。そこはちょっと期待しよう。無限弾みたいな感じだけどね。さて、でまだいないよね。了解。ああ。どう当たろうかね。くそ。だよね。これが触れるわけでもない。これもい
お、なんか見つけた？いや、そういうわけではない。であれば、それをやっぱ回収してくる感じか。いやいや、降りて降りて。これを。よし。こいつを使おう。で、はい。多分使い回し来るだろうなと思ったけど、すぐ来たね、その操作はね。いやー、今回平和やね。いや、ほんと平和よ。しょっぱなやられたけどね。あ、そういう置き方します。場所が決まってるか。一瞬やったな。ほい。いやー、早くちょっと弓使ってみたいね。その鼻歌で、うん？いたね。こいつを試してみるか。長押しで、よし。すごい。抱けたよね。いいか。ビルにはちょっと、は、気難しいところがある。回収できねえ。俺だけが交渉する。いいな。はいはい、わかりました。はっきり言ってビルはかなりよそ者に冷たい。了解。いいやつだよ。ただ打ち解けるまでに時間がかかるんだ。さあちょっとね、ビルに会いに行きましょうか。いやー、ビルって聞くとどうしてもデトバのウィリアムが出てくるんだよな。いや、それにしても弾回収できるのつらいな。おぶな。いやー、弾がね減らないっていう。あれに触れないように動けば大丈夫だ。分かった。希望が見えてたんだけど、一瞬でその希望が打ち砕かれたね。ん？中から音がするね。ああ、とりあえず。なんだこれ。危なー。いや、ほんとなんだこれ。ここも特になし。気になったのは、来ないね。まあ中行って物資回収するか。何かないか調べてみよう。驚いて死んだ私の死体が見つかるかも。心配するな。大丈夫。それはないと願いたい。びっくりした。さあさあ、まあ、物資はあるね。助かるけど、ちょっと通して。こっちは取れない。あ、まずい。はい。うわ、なんなの？びっくりした。いや、本当で、まあ。とりあえず探してみよう。さあ、回復はね、今いっぱいあるんで、気にしなくていい感じだね。これぐらいかな？あるのはね。
いやー、アルコール欲しいね。よし、さっさと出よう。消えたやんなぞね。あー、これは無理だ。よし、離れてろ。外したあー、やっぱ銃で撃たないとダメなんだろうな。いやー、これ最高だね。最高っちゃ最高やけどな。その一発がでかいんだよな。さあ、弾回収はできたね。そこ見えるか？下がれ。おい、やっぱできたね。行くぞ。怖えな。よく見てないと、特になんか追っかけられた時怖いね。いや、めっちゃご機嫌じゃん。よし、弾ゲッチュ。嫌だな、この弾の回収の仕方はちょっときついな。あ、マジか。大丈夫？畜生ビルメ、何なのこれ。さて、どうにかして切らないと。え、ちょっと待った待った。そこ、冷蔵庫が重りになってる。わかった。いけるか。ロープを切れ。それで落ちる。わかった。いや、なんか嫌な感じがするな、今の音といい。うっそやろ。くそ、起き上がった。ロープに集中しろ。メリー、どうなってる。やめろ、来るじゃに来るんじゃない。え、どこどこ。やばい。まだまだまだ。やばい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 、やばいって。あーの、やーと、ロープに集中しろ。しかもそっか、リボルバーにしてたから。いや、リボルバーなんかだよね。さあさあさあ、早めにリロードして。やばいやばい、こっちも揺れてるからやばいんですよ。やばい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 。いやー、危ない。おい、まだか。待って。まだ？よし、さらに上がってきたね。大丈夫か？頼むぞ。わかった。え？さらに？え？え？くそ、まただ。切れろ。全然切れない。急ぎ。当たんねえ。やばいやばい。エ
奴らが来てる。離れろ。揺れるんだ。早い早い。いや強すぎ。え、マジで一発じゃない。誰か助けてよ。ちょっと待って待って待って、で、いきなりか。あー、いい、いいよ。グズグズしないで勝てるわ。おー、危ない。ビルジー、ビルジー、お願い、早く、早く。待ってよね、ここの鍵はどれだ。後ろに来てる。ビル、急げ。おい。危だ。もう安全じゃない。ビル、ドアから来たぞ。やっぱり、アクロだよ。エリ、下がれ、下がってろ。終わった。ったそれは無理や。いや、あのさ、紛れちょるのは無理やわ。一撃死はきついね。あー、当たんねえか。わかった。もういい、もういいわ。はい、もういい、もういい、撃たね。よくて一体までか。よし、あとついてこい。くそ、乗り越えてくるぞ。来い、もう来たぞ。こっちだ、トラックを抜けろ。よし、急げ、エリー。分かってる。いや、クリカやばい。やばかった。ああ、ありがとう、助かった。あ、エリー。え、何？ジョエル！ビル！何すんの？後ろ向いてひざまずけ。落ち着けよ、ビル。後ろ向いてひざまずけで。俺は本気だ。おい、落ち着け。噛まれたか。いや、出来物は。感染はしてない。万が一お前が、このクソガキが。もうやめろ。やめろって？勝手に家に入り込んで罠を全部台無しにして、殴ってきたのそっちの方だろ。それになんだよ、そのガキ。なんでいる？あんたに関係ないでしょ。さっさとジョエルに借りを返してよ。まずはこの手錠外して。ジョエルに借りだって？何の冗談だ。手短に話せ。車がいる。マジで冗談かよ。車が必要だと？そもそも車なんてないし、もしあったとしてもお前に渡すはずないだろ。え？ああ、ジョエル、車か、持ってけ。ついでに食い物も全部だ。どうせ食いすぎでしょ、この程度。よく聞け、クソガキ。黙れ豚。あんたこそ。いいから、お前は黙っとけ。いいな。お前にそれほどの借りを作った覚えはねえぞ。いや、ビル、作ったろ。どうせ使える車はない。町のどこかにはある。あるのは車の部品だけだ。じゃあ修理はできるってことだな。分かった、こうしよう。町の反対側に必要なものがある。ああ、
取ってくることができれば車を修理してやれるかもしれん。そしたら借りはチャラだ。いいさ、どうせもうすぐ死ぬんだ。よし、ついてこい。町中に罠が仕掛けてある。ヘマすんなよ。あんたがね。やめろ。よし、何か必要なものがあるんだったらこっから持ってくんだな。すまんな。ありがとうございます。使えそうなものを探せ。いやー、はい、ヘリーの口の悪さやね。はい、ということで、今回の動画はここまでにしたいなと思います。ライブ配信見ている方は引き続きですね、またやっていきたいと思いますので、そのままお待ちください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまただ。